支払いすぎた縁談は、松本清張の短編小説。週刊新調1957年12月2日号に、掲載1959年9月に、短編集、紙の牙収録の一編として、東都書房より刊行された。過去4度テレビドラマ化されている、茅野の徳江門の家は、田舎の休暇であった。娘の幸子は、いい年齢になり、縁談も持ち込まれていたが、 かやのけは、相手の家柄、財産、教養を理由に断ってきた。ある日、東京の大学講師の高森正春という男が、所蔵の古文書を見せてほしいと言って、かやのけを訪問、幸子に、好意的な視線を示す。その後一週間足らずのうちに、高森の叔父、つよが、かやのけを訪ね、高森が幸子に一目惚れしたのでお嬢様を頂戴、したいと申し出る。 徳右衛門の目から見て条件は申し分なかった。幸子も自分にふさわしい相手だと満足し同意を示した。だがしばらくして茅野家に桃川常夫という青年が現れる。桃川の身なりは近代的で洗練され、加えて相当の資産家のようであった。徳右衛門に迷いが出た。幸子も 桃川常夫の方に惹かれており、高森との縁談は断る方向で考え始める。三日後、桃川の母が綺麗な身支度で訪問し、結納には大金を包むと言った。東京への招待も受け、すっかり幸子の気持ちは桃川に傾いた。一方、高森には断りの手紙を書いた。しかし、叔父の強し志が、茅野家に乗り込み、医者料を払えと要求してきた。 1961年4月17日、TBS 系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の一作として、放映。1962年11月1日と11月2日、NHK の松本成長シリーズ、黒の組曲の一作として2回にわたり放映。1965年10月5日、関西テレビ制作。 フジテレビ系列の松本成長シリーズ第一作として放映。松本成長スペシャル支払いすぎた演弾。1985年10月2日、TBS 系列の水曜ドラマスペシャルはにて放映。視聴率19.2%。ありがとうございます。